皆さん、こんにちは。森口でございます。日本株速報、今日もよろしくお願いいたします。今日は4月の20日の木曜日になります。お題がこちら。再び超えるかということで話をさせてください。こちらは日経平均株価の冷やしチャートになってますがね。しっかりとした要請つけてますよね。このまま終わればですが、終わり値ベース、年賞ラ高値更新になりそうです。というのも今日もちょっとザラ場でお話をさせていただきますので、なるべくちょっと終わり値に近い時間帯は選んでるんですが、ちょっと保育園のお迎えがありますのでご了承ください。個別名柄東京エレクトロンソフトバンク グループレーザーーレザチチャッットワククジェノバチェックしてて最後指数のままでつなげいいいきたいと思いますぜひ最後までお付き合いいただければと思います。ということで、このチャンネルでは終わったばかりの日本株の振り返りを毎営業日の夕方5時で入れております。皆さんと一緒に今日振り返って明日につなげていこう。そんな番組構成を目指していきますので、ぜひチャンネル登録お待ちしております。それでは今日の振り返りやっていきましょう。はい、こちら14時23分時点でございます。3指数ともにプラスでございます。 午前中、マイナススタートだったんですけどもね、プラスに切り返して、もちろんローソク足は要線ということになってますから、かなり強いんじゃないでしょうか、日経金値上がり銘柄数もとっても多いですよね、中でもですね東京エレクトロンアドバンテスト、き昨日ソックス指数下げてましたからね、マイナススタートだったと思うんですけども、それでもプラスで持ってきてるっていうところは、結構底堅さ、強さを感じるなというふうに思いますし、ファーストリテイリングが上昇牽引しているという、そういう状態でございます。一方ソフトバンクグループが下げてるののでこ材 ています業種別見てみますとパルプ、紙、小売、電気機器この辺が上がってますね一方下落してるのは海運海運さすがにやっぱり配当落ち後ちょっと買いが続ききらなかったそんな感じなのかなというふうに思っています。バイバイだけ見ていきましょうこちらが何分分時時時点点かな14時1分時点ですね レーザーテックがトップ、三菱 UFJ が2番目、まあ、この辺は小幅安なんですが、東京エレクトロンは切り返した。なので、一応チャートチェックしておきたいなと思います。で、4番目、A バランスなんですが、まあ、大きく下げてるという形ではあるんですけども、日中の値動きはすごい陽線に立ってますので、なんか今日デートレやってたら、すごく儲かる人もいたのかな、なんていうふうに想像はしております。グロース見ていきましょう。グロースはですね、トップが QD レーザーですね。こちら、この時間帯でストップ高という形になってます。ちょっと失速気味。 アイススペーさすがに宇宙事業でもここまで買いが続いてきた割りここまで買いが続いてきたからこそちょっと失速気味かなという感じですかねでもその代わりにアレンとが注目されてたりとかねあでも J の場はこんなに失速してるんですかというところでまチャートをチェックしていきたいなと思いますし7位にチャットワーク入ってますからねこの辺も注目して見ていきたいと思いますそれでは個別名から見ていきましょうまずは東京エレクトロンなんですが1.49%のプラス これが14時21分時点ですね。で、ニュースの中では、えー、ソックス指数がちょっとね、 弱いということからマイナススタートですよということではあったんです。でチャート見ていただければこちら陽線ですから終値は下ですからねマイナススタートだったんですがこの時間にかけてぐん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 と押し上がってきていることがわかるかと思います。で一応まあこのレンジの中の加減でっていうところではあるかもしれませんし200日移動平均線を割り込んではいないので、まあ、反発期待したいところではありますけどもで今夜 今日,中今日のまあ日本時間中にですね TSMC の決算なんかも出てきますから、まあ、その辺も踏まえて明日以降また動いていくのかなというふうに思います信用倍率4.25倍受給としてもちょっと重たいかなって感じですかね PR で見ても、この平均 PR ぐらい、そして決算日で見ますと5月11日、もうちょい先ということですから、まだ大きな変動というよりは、様子見しながら、ひとまず今日の TSMC 決算というのはね、結構半導体関連メ柄にとっては注目のポイントかなと思います。ソフトバンクグループ見ていきましょう。これはなんかちょっと気になるニュースですね。クレディスイスイが イギリスグリーンシル・り賠償請求ととと伝わっったことがソフトバンンクググルルーープには悪影響となっているようです、まあ、グリーンシルキャピタルっていうのが経営破綻したということによりここにソフトバンクグループに対して4億4千万ドルの賠償を請求した。でこのグリーンシルっていうのがサプライチェーン・ファイナンス・ファンドにあったクレディ・スイスの顧客資金ここにソフトバンクグループの出資を受けていたアメリカの新興建設会社カテラに。 グリーンシルの融資を通じてて渡っていた、まあ、ちょっと複雑ですけどもね、まあ、金融通じてソフトバンクグループが絡んでいて、そこにクレディ・スイスが賠償を請求したと、複雑ですね。<laughs> 1.51%の下落と。で、今、ソフトバンクグループのチャートですけども、このような形になってまして、まだやっぱちょっと強さを感じないですよね。なんかこう、反発力に欠けるといいますか、このところ日本株決して悪くないしね、NASA か S&P 強いんですけどもね、でもソフトバンクグループがこんなチャートですから、なんかおかしいなっていう感じはします ますよね。 信用倍率も4.63倍。決して軽くないので、ちょっと上値が重たい状況が続くそうかなというふうには思っております。続いて、QD レーザー見ていきましょう。最近すごく人気が出てきてますね。少し前まで振り返らないと、個別のニュース出てこないんですが、この量子ドットレーザーを大量受注というニュース以降で人気が出ているという形、今日はストップ高という形ですね。このチャートもなかなかすごいですね。4月17日以降、人気が続いているということですが、間で一回反落を 挟んでますがべて要線でこなしてきているということでさらに人気に火がついているということですかね他の銘柄とのバランスとかも含めて QD レーザーもこう材料視されて物色されているんだと思いますが今のところ上昇がこのように勢いよく続いているということです初動で乗れた方は本当にすごいなというふうに思いますそしてチャットワークス見ていきましょうチャットワークですが3.59%の上昇となっています実は昨日ストップ高してたんですねでなぜかっていうとこのビジネスチャットの値上げを発表した材料視された というところでストップ高している状態からの続伸ですからかなりまあ強いというふうに見てもいいんじゃないでしょうかただまあ今日高値から見ますと陰線ですからねちょっとこう下落気味と言いますかちょっと上値からは下がってきちゃってるっていうそういう形ですので明日以降もちょっと注目をして見ていきたいなというふうに思っていますま今のところ PBR16.28 倍結構割高な感じはしますねえっと売上高水準見ておくと45億円根拠予想は出してないですねに対して 時価総額461億円ですから、前期実績ベースの PSR だと PSR で10倍前後、決して安くはないかなという形がありますが、信用倍率0.82倍、ちょっと売り長の状態ですので、強い状態は続くかもしれない。また、こういうのあんまり気にせずに今はね本当に材料のある銘柄はどんどん強く上がっていく傾向もありますからね、そこは注目をしておいてもいいかなと思います。そして、個人的にはジェノバ、昨日、初値がついて、非常に今回の IPO の中でも初値の 落率が非常に高かった銘柄で高精度の位置情報配信サービスをリアルタイムに提供、手掛けるという,もう最新のビジネスを期待されるみたいな、そんな銘柄でしたが、この銘柄はさすがに、やっぱり初値が高かっただけに、今日のザラバは大きくこう崩れる場面が目立っているという形で15%を超える下落になってますね。やっぱり一筋縄ではいかないと、ispace と同じような。 ストーリーリにはななななかならなかからっったってことですよねああそこはやっぱりこう慎重に選んでいかなきゃいけないし、損切りは徹底しないと痛い目見るぞっていうのをね、この値動きからも分かるんじゃないかなというふうに思います。それではシーズンのバイパイ戦略見ていきましょう。はい、まずは日経金株価です。日経金株価なんですが、今のところ28,657.5円という形です。あと30分ありますから、ちょっと終わりに見てみないと高値を更新できるかどうかっていうのは何とも言えないところですかね。まあ、ザラバベースで見た時には2 8 7 3七円。 34円ととといいうことですかからしっかりと見ていただ、ければと思いますただ、まあ、それ以上に上がっていくってなると、RSI が現状で64とか65とかなので、70超えてくると加熱感が出てくるというところですね。まあ、それ以外にも当落列車とか、いろんな角度から見ていく必要はあるかと思いますが、まあ、加熱感もそろそろ意識しておいた方がいい水準だと思います。トピクスは結構強いですね。今のところこう、ね、陽性の一番上の高値水準にいるという形になっていますので、まあ、このままいくと、終値ベースで、この辺の高値を 超えてくるという形にはなっていきます。で、こっちの高値はまだまだ遠いので、今日は届かないとは思うんですが、どこまでいくか見ておきたいと思います。マザーズ見ていきます。マザーズに関しましても陽線ですね。ここもなかなか強いですね。一回こう雲の中に入るかななんていう風に朝方思いましたけども、そこからこう切り返してね、マザーズが一番上昇率も高いですからね。まあでもまあボラティティが今ちょっと高い状態ですので、まあこちらも含めて終わり値で確認したいと思います。アメリカ株も昨日の終わり値で確認しておきましょう。ニューヨークダウがま陽線 続きで横ばいけんといった形でしょうか昨日はマイナスでしたがまだ崩れてるって感じは全然しないですね s&p 500もほぼ 0.01%のマイナスで陽線ですからま弱いって感覚ではないですね一方ナスタックナスタックは終わりで見るとプラス0.03%だったんですねなので陽線でしっかりとした動きというふうに見ておいてもいいんじゃないでしょうかここからね来週にかけて主力企業の決算発表続きますからねここは注目しておきましょうラッセルですラッセルは0.22%そんなに上昇してないですかねですがまあなんとか横ばい券が続いている上昇いつ始まるのかなもしかしかたら下落 するかもなそんなやっぱりリスクもチャンスも感じておかなければいけないかなという水準でございますはいということで今日はですねこの東京エレクトロンとかねやっと反発してくれたってところではあるんですが TSMC の決算があるとソフトバンクくればちょっと複雑な残業とあとはまあ個別で結構物色されてたりする流れが続いていますのでその辺はリスク管理しっかりとやっていきましょうまた決算発表近づいてますからね米国企業もそうですし日本企業もいっぱい出てきますのでそこはしっかりとチェックできればと思っておりますそれでは今日も 知らせを入れさせをさてください個別銘のとことん分析するマガジンですが毎週金曜日更新でつまり明日ですね更新していきたいと思いますラキールの2週にわたって分析の後編お届けできるように準備していますので月額1000円初月は無料になっておりますよかったら概要欄の URL チェックしてみてくださいまた同じプラットフォームノートというプラットフォームでメンバーシップをやっておりますこちらは月額900円なんですが 読める情報同じですので、もしよろしければ乗り換えとか、またどちらか検討していただくだけで大丈夫ですので、かぶりのないようによろしくお願いいたします。概要欄の URL をチェックしてみてください。それでは今日もこんな感じで終わっていきたいと思います。今日の中でも何か参考になりましたらグッドマークボタンを、また明日以降もこのような形で、夕方5時目標で更新していきますので、明日も聴いていただける方はぜひチャンネル登録お待ちしております。それではまた明日、テクニカル分析でお会いしましょう。さようなら。